また来ましたよ。10月14日日曜日までの期間限定で宝箱のゴリラスキンの出現確率がアップ中。はい、また週末チャンスってことですね。分かりました、ありがとうございます。今度こそ詐欺じゃないゴリラ動画が撮れるよう、私もちょっと今週は攻めますよ。今ちょっと宣言しておきます。はい、そしてまあそれであわよくばマスターまでいけるかどうかわかんないけど、前回の順位までね上がれるといいな。ランダムマッチスタート。おー、ユーザー回増えましたね。なんか昨日の夜ぐらいからなんかユーザー入れるなと思いながら見てましたけど、なんか強化されたんですかね、もしかしたら。いやーってなると、でも今度はゴリラスキンを取るのがね大変になるんですよね。皆さんお強くなってきてるから。3、2、1、実は今日は朝収録というわけで元気いっぱいですよ。昨日は夜はちょっと筋トレした後に、ああほら筋トレした後なのでこうなるんですよ。こう動きがねやっぱね遅くなるんですよ。もう朝とか筋肉痛で、まあ筋肉痛がね起こるってことはね、ちゃんと使えてるってことなんですけど。お、いきなりですか、どうしよう。うおー、そっちから来たかーい、それはまずい幸先が悪い、幸先が悪いぞ。もうこれ仕方ない。あ、でも順位上がりました、ありがとうございます。はい、お見苦しいところを見せたところで第2弾。これはこれどうやって入れるんだろう、わらわら。すごい、なんか外耳みたいなのあんのかな、なんだろう。なんかマックスになる前に始まっちゃったけど、これ大丈夫なの。3、2、1、さあ今生存何人なんだ、あれ大丈夫、なんか処理に不安がある。嫌な予感がする、私も嫌な予感します。なんかね、いろいろ強化されてるのかもしれない。あれですかね、ゴリラスキンあまりにも出なくてちょっとなんか調整入ってたりすると嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。だけどさっきみたいな具を動かさないようにね。ゴリラスキンも上がってるかもしれないけど、そのなんだろう、トラップとかも増えてるかもしれないですもんね、いっぱい開けるから。そういうとこの調整はやってみなければわからない。いやー、うん、あ、ロック入っちゃった。あ、なんかまた吸い込まれてきて、そして出された。さてさて、ちょっと今回は多分ゴリラスキンすぐには取れないと思うので、今いるマップをね、またマップ観戦モードで、まあでも観戦モードってことは青逃げできてないってことになっちゃうんですけど、まあちょっと皆さん強いからちょっと自信がないので、まあ青逃げできたら、まあちょっと青逃げの様子をお見せして、でもし負けたら、今のマップまだね観戦モードでバッて出してないと思うので出そうと思います。さてさて、そんなことを言いながらも宝箱を開けていきたい。うんうん、さあ勝てるかな、ユウさんに勝てるか。ああ、よっしゃ、ありがとうございます。だがしかしゴリラではないねえ。まだでもあんまゴリラの人見ないですよね。毒が取られたとしても宝箱は開けたい。よし、ローラスケート、ありがとうございます。おっ、やんやん、負けてしまった、聖金さんに負けてしまった、多分。ああ、聖金さん早い、聖金さん早い、さすが、さすが大御所。この黄色のオーラの方って何なんですかね。青逃げのプロってもう自分でも自称されてますけど、ねえ、この黄色オーラちょっとまだ私情報がなくて、もし知ってる方ぜひ教えてください。なんだろうな、1位とかになったりとかしたらかな。でもその割には人多いよね。2回ぐらい見たことあります。やばい、なんかあの方になんか止まってたけど、なんか泣き殻を食べてるような感じになってましたけど、大丈夫ですかね。いやー、宝箱が全然取れない。順次稲川なんかあれですよね、稲川順次さんは嫌だな、嫌だな、怖いな怖いな、だけどちょっと名字と姓を逆にしてしまったから、ちょっとパリピっちゃったんですかね。めっちゃアフロです、怖さ半減。やばい、なんかいっぱいいるな。このマップの時、中にいる時にちゃんと外の通路が見えるような角度で中にいた方が
回りやすいので、そこは気をつけていくといいんじゃないかなと思っています。さてさて、怖いな怖いな。おお、しかもそこに引きつながってたか。余計怖いな。このね、足跡が結構つらい。足跡、これ見えてるところ、見えてるところは踏まないといけないですけど、で踏まなくても今みたいに下をね通ってったらスッといけるので、説明できるかな。いないから今ちょうど、あーでもなんか入っていっちゃったな、危ないな。あー来るかな来るかな、来たか。この青いところの下ですね、下通ったらちょっと早いので。あー負けちゃった、やばい、あと3人しかいない。感染するぞ感染するぞ。さあこんなマップです。ここはシンプルですね、ひし形いっぱいみたいな感じです。でだいたい霧やっぱ左から来ることが多いかなって思ってます。あ、はい、ここはねひし形の4ブロックね、縦に割ってぐるぐる回るのが上手くなれば逃げやすいところかと思います。じゃあ本部に戻りましょう。じゃあちょっと今の動画をちょっとマップをねお見せする回にして、ちょっと週末はゴリラスキン頑張っていこうと思います。でゴリラスキン今週末もいっぱい出るよっていうことをお伝えすることと、マップをお伝えする感じにいきます。じゃあ最後にガチャを1回引けるので1回引いて終わっていきましょう。アニマルスキン朝だから無駄に元気。さあガチャいくよ、ガチャいきますよ、タップでスタート、えいドン。はい、柔道神か、お、いいんじゃないですかね。危なかったね、髪の毛長いとちょっと柔道すごい辛そうだけど、まあそういうなんか物理的なところはさておき、よし、じゃあ皆さんチャンスです。一緒にゴリラ頑張っていきましょうね。私もゴリラ取れたらいち早くお伝えしようと思います。さあこの動画いかがだったでしょうか。ちょっとは元気もらえたかな。はい、楽しめたよとか、ちょっとためになったよっていうあなたは高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。